日の光を受け白く輝くススキ。四万十市布場地区の四万十川沿いで風に揺られています。今日の県内は高気圧の影響で高知市が 33.5 度、南国市御免で 33.4 度、須崎市で 32.5 度など、16の観測地点のうち13地点で30度を超えています。県内の最高気温は高いところで34度まで上がる見込みです。ウェザーニューズによりますと、この暑さは今週土曜日まで続き、日曜日以降は台風の影響で少し和らぐということです。